SP 水曜劇場をご覧の皆さん、こんばんは。しかたかなプロデュースのしかたかなと愉快な仲間たちです。あれ、1月にも公演を控えております。今度の作品はしかたかなプロデュースとしてはボリューム6になります。ガウデンテ、私を守りたかったメロディーボルター、昨年の10月に公開しましたガウデンテという作品が新たにボルタというタイトルをつけて戻ってきます。今回は、キャストもちらっと変わったりしながら、変わっていないキャストもですね、配役を変えたりしながら頑張って練習をしております。まず一番は生演奏ですね。はい、はい、キャストが本気で生演奏をいたします。ちなみに近藤君は何を弾くんですか？バイオリンです。しかもエレキバイオリンです。この声のために買いました。皆さん、はい、エレキバイオリンの音色を聴いてきてください。いろいろな新キャラも実は登場します。そちらもお楽しみにしていただきながら、そしてゲストもたくさん登場いたしますので、何人出るんでしたっけ、よくわかんないんで、はい、いや5人出てくるみたいなんで、またそちらもお楽しみいただけたらなと思います。はい、ミュージシャンの方、タップダンサーの方、ウクレレ奏者の方などなど、いろんな方が出てこられますので、ゲストさんも、楽しみにしていてください。楽器レベルは皆さんグーンと上がってます。おハードル上げたね。かなりグーンと上がってます。おすごいハードル上げたね。ベース以外ね。おお前、逃げんな。あベース逃げんな。頑張ります。はい、そうですね、前回日替わりゲストでまたさせていただいて、このライブハウスを使ってすごい熱量を届けれる、まあそうです、作品だと思うので、あとボルタってなんやねんって思う人は多分もうぜひ見に行った方がいいと思います。わかるかな。まあでも確かにね、あのボルタになってちょっとこう追加シーンだったり追加キャラだったりがありますので、ね、ボルタってなんやねん、一回ご覧になった方もまだ見てない方もきっと楽しめる作品になってると思います。2017年の1月13日から15日までの3日間、5ステージ、ライブハウスです。心斎橋のフットロック&ビアーズというところでさせていただきます。オリジナルのフードとかドリンクもこの日出る予定になっておりまして、グッズもまた一新していろいろと楽しんでいただける要素はたくさんあると思います。小さなお子さんでも楽しんでいただけると思いますので、ぜひご家族で見に来てください。お待ちしてます。お待ちしてます。